さて、異世界を攻略しようか。は、岡崎昇による日本のライトノベル。イラストは、ペコが担当している。MF 文庫 J から全7巻で刊行されている。本作について、著者の岡崎は、日常系ファンタジーと位置づけている。岡崎によると、本作の企画は前作、この部室は帰宅しない部が選挙しました。を立ち上げた時に、すでに企画の一つとして用意していたが、 当時は日常ラブコメが前世紀であったため見送りとなったと述べている。その後、当時のことを覚えていた担当編集者に次の企画で日常系ファンタジーはどうですかと提案されたことが本作を書くきっかけになったと述べている。また、岡崎は帰宅しない部の緩い雰囲気やノリは継承しつつもより明るい話にするとしており、冒険やシリアスな展開。 いつもの料理ネタなども適度に織り混ぜながらのゲームガルドでの物語をお楽しみいただければとの趣旨で本作の見どころを語っている。なお、各館の発売前には MF 文庫 J のオフィシャルブログにて本作の紹介記事が掲載されている。2014年7月には特設サイトが開設された。高校1年の初夏のある日、柔度のゲーマー高校生、ド・ヨシ也は 妹のシドマリアと共にゲームをしていたところ、異世界に召喚されてしまう。突然のことに混乱するヨシアのもとに、密かに憧れていた、美少女で優等生の転校生、指坂アンナまで降ってきた。ゲームガルドと呼ばれる、この世界から日本に帰るためには、クエストを解かないといけないことを知った二人は、ゲームガルドで初めて出会った、シェリスラフローリア、ティーノ・ディアボラとパーティを組み、 100年間解かれていないクエストを攻略することに。その過程でヨシアはアンナのとんでもない本性を知ってしまったり、彼女たちに迫られたり、重度のゲームーと美少女で優等生な二人は、果たして無事に日本に戻ることができるのか。さて、ゲームワールドを攻略しようか。日本ゲームワールド MF 文庫 J から観光。ありがとうございます。